皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは、お金は目的ではなく手段にするということについてお伝えしてみたいと思います。これよく聞くお話かもしれませんけれども、結局毎月のお金これぐらい稼ぎたいなということが目的になってしまうとですね、例えばそのお金をね稼がなきゃいけないみたいな、自分の中でのねやりがいとか生きがいよりも金額を稼ぐことが優先になってしまうと、お客様に対する態度がお客様っていうよりは、生徒さんのことなんですけどね、お客様っていうよりはそのお金の対象に見えてしまう動きになってしまうことがあるんですよね。そうすると結果としてその押し売りになってしまったりとか、この人がこれ制約しないと今月の売り上げが立たないとか、ちょっとギスギスした感じになりがちなので、目的ではないっていうことですね。もちろんお金が目的でも構わないんですけれども、手段にした方がいいです。そのお金を得ることによって何を自分は最終的に得たいんだろうっていうことのためにお金を稼ぐっていうことを整理して考えた方がよくって、そうするとお金が目的ではないという状態を作ることができれば、例えば無理に今その人を制約してもらわなくちゃいけないとかっていう考えにならなくていいんですよね。ですから私のスタンスは割とそういうスタンスになります。一応月これぐらいは稼ごうかなっていう目標値は決めていますけれども、その目標通りにクリアしなくてはいけないっていうのは会社員の時ではやんなくちゃいけなかったですよ。会社は運営資金がかかりますので、その資金分稼ぐから、例えば営業として雇われているとか、例えば事務要員として雇われているということで、お給料の分は当然稼がなくてはいけないので、目標値っていうのは出てきてしまいますよね。ですけれども、自営業っていうのは目標値はもちろんあるかもしれないんですけれども、明日食べるご飯がないっていうほど逼迫してる人っていうのは教室業の中では結構まれで、大概旦那さんの収入があってできている方が多かったり、シングルマザーでやられている方に関しては逼迫してる方ももしかしたらいるかもしれないんですけれども、もちろんその方に関してはお金は目的にして全然構わないと思います。ちなみに私が目的ではないというふうに言い切ることができるのが、私が半生ですね、学生時代とか若かりし頃は家にお金がなくって、お金がないとできないものが多かったのを知っているから、そういう時にはお金が目的になるっていうのはよく分かっているので、時期によると思います。今の私がお金が目的ではないと言えるのが、やりたいことがそのお金があると楽に叶いやすいよねっていう状態がお金を得たことによって分かったからです。だからといってやっぱり心とか貧しい心になってしまうと、それがかえって人生上楽しくない、良くないっていうことが分かっているので、お金が目的にしない方がいいって言ってるのはそういうことです。じゃあ私お金が目的じゃなかったら何をしたいんですかって言ったらですね、個人的な喜びで言うと、旅行がもともと好きで旅行会社に入ってますから、世界遺産というか死ぬまでに見たい絶景とかあるわけで、それはね、旅行しながら見ていって仕事をどこでもできる仕事がいいなと思ったんで、コンサルをやってるわけですよね。ネットさえあれば、時差はあってもどこでも頭さえ生きてればやっていくことができる仕事だからですね、まずそれが1点です。で、個人的なものではないもっと大きな意味での目標値っていうのはじゃあ何なのっていうことなんですけれども、そちらに関しては例えば次世代の人ですね、今で言うと学生とか大学生、高校生ぐらいでもいいんですけど、人生には会社で働く以外の選択肢もあって、今ねやりがいがないとかって言ってる人は、若いだけにねいろんなチャレンジができるのにもったいないなって思ってしまうから、自分で可能性を閉じる前に、そういう選択肢もあるよっていう、
まあ私は楽しく人生生きられているので、そういう働き方もあるよっていう選択肢の一つとして若い世代に伝えていきたいっていうものがあったりしてます。それが社会的な役割 でそういう元気な若者が増えれば、将来とか未来に対して希望とかを持つことができる。そしてその希望を持つことができた時に社会を変えるやっぱり大きな力になるんだろうなって思ってるので、私はそちらの方のために稼いだお金も使っていきたいなというふうに思っているので、そのために手段としてお金はあるといいから稼ぎますっていう、そんな感覚ですね。ですから皆さんがそれぞれお金を稼ぎたい目的っていうのはいろいろ違うとは思うんですけれども、最終的な目的よりは通過点の手段にした方が多分豊かで楽しい人生を送れるんじゃないかなっていうふうに思いまして、そんなご提案をさせていただきました。ということで考えてみてください。それでは。